リン、レッドグレーブは、イギリスロンドン出身の女優である。両親ともに俳優。兄のコリン、姉のバネッサも俳優。女優のナターシャ・リチャードソンとジョエリー・リチャードソンは、バネッサの娘でリンの命に当たる。1963年に、トム・ジョーンズの華麗な冒険で、映画デビュー。1966年の、ジョージ・ー・ガールで、ゴールデングローブ賞主演女優賞を、 1998年のゴッドモンスターでゴールデングローブ賞女演女優賞を受賞。他にもアカデミー賞で前述の作品で第39回、第71回の二度ノミネートされたほか、舞台演技でも高く評価され、トニー賞の演劇主演女優賞部門で1976年のウォレン夫人の職業、1993年のシェイクスピア・フォー・マイ・ファーザー。 2006年のザ・コンスタント、ワイフの3度ノミネートされた。テレビ出演も多い。後には、アメリカ合衆国の市民権を取得し、コネチカット州に移住。2002年12月に過食症と乳がんを発症し、2003年に、チブサの除去デジツと放射線治療を受けるなど、闘病生活の中、女優業を続けていたが、その後も病状は進行し、2010年5月2日、 ニューヨークシマンハッタンの自宅で家族に見守られながら息を引き取った67歳坊津。ありがとうございます。